おお、すげえ。15億。15億3561万1351個集まりました。すごっ。 頑張ったね。よし、どうも、パンケーキです。さあ、本日何の日か分かりますか？9月9日。9月9日といえば、そうですね、スプラトゥーン3が発売した日ですよ。なので、2周年ですね。スプラトゥーン32周年おめでとうございます。みんなこの2年何やってた？スプラトゥーンやってましたか？スプラ3やってましたか？僕はずっとやってたね。結構やったぞ。結構やらせていただいております。いや、僕はね、やっぱね、ずっとね、ダイナモ振ってたね。まあ、中には持ち武器を変えてしまったみたいな人もいると思うんやけど、まあ、そういう人もそういう人で全然ね、いろんな体験をしてきてると思うし、持ち武器を変えず2年間やってきたっていう人もね、持ち武器の理解度が上がったりしたことでしょう。ちょっとごめん、何話すかを全然決めずに動画撮ったからさ。 とりあえずおめでとうねって、とりあえずおめでとうねって言いたかったの、僕は。スプラトゥーン32周年おめでとうねって言いたかった。さあ、コンビトラックガチでやっていきましょう。なんかイベントマッチもやってるけど、僕やっぱダイナモローラ使いたいから、2周年記念ということでね、2周年記念やっぱダイナモローラやろうということで、普通にチャレンジマッチやっていきます。さあ、相手チャージャーとかスペースシューターとかおりますな。長めの武器がおるけれども、まあ、それに屈するパンケーキではないということを見せたい。ドリンクあったっけ？ちょっと待って、左になんかおるんやけど。左のチャージャー、もう完全にこれ裏を取るっていう、裏取りチャージングね。チャージャー、あそこの位置に立つのはかなり強いね。正直めちゃくちゃめんどくさい、あの位置のチャージャーは。でもそれはやると。ジェットパックを頭から叩く経験なかなかないからね。貴重な経験したわ。ジェットパックを頭から叩けるダイナモです、僕は。それほどのダイナモってことね、今のは。今のワンプレイで僕がどれほどのダイナモ使いかっていうことだね。この、あぶ！この、あう！あう！ この2年でどれほどのダイナモローラ、今のやるんだよ。どれほどのダイナモローラ使いになったかっていうのが今のワンプレイで分かったよな。ジェットパックを上から叩けるほどのダイナモ使いになったんやって。ワンプレイから伺える情報量、2年間の積み重ねがありますね。このワンプレイ、あ、このワンプレイで。チャージやってくれるのは熱すぎる。あのチャージャー結構抜いてくるからね。怖いよね。さ、ドリンク置いて。あとね、この2年でね、割と僕、ドリンクを味方に プレゼントできるようになりました。前まで結構自分のために使ったけど、あ、ていうかそもそもさ、前はさ、あんま遠くまで投げれんかったっていうのもあるよな。言い訳やんやけど。でも味方にちゃんと、ここに置いたら味方も結構飲めるかなっていうのも考えながら置くようになりましたね。危ない！あ、いっか。まあ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 、アイコならよしちゃうか？でさ、2年といえばさ、僕この2年の間に2回引っ越したんやけど。てか、なんなら なんならこの去年のうちに2回引っ越したから。2年はあんまり関係ないけど、去年2回引っ越した。1年のうちに。そんなバカな、そんなバカなことがあるのかね。引っ越しすぎ。まあ、新しい環境になるっていうのはワクワクするけど、シンプルにお金かかるよな。お金かかるから、あんまみんな引っ越し、ね、せん方がいいというか、もうお金に余裕あるならいいんやけど。引っ越しするとお金かかります。これみんなに言っときたい。実は引っ越しってお金かかるんですよね。まあ、引っ越しの会社とかにめちゃくちゃ寄るからね。そのどんぐらいお金かかるかっていうのは。あと、できることなら、引っ越しシーズンは避けた方がいい。もちろん。安く引っ越すためには。とはいえさ、だいたいさ、新しい職場とか、新しい学校に行くからとか、学校に大学に通うからとかで引っ越しする人がまあ多いか。から、まあ、やっぱね、そういう時期はね、高くなっちゃうんやけど、まあ、できればそういうんじゃなく、ただ引っ越したいなーで引っ越しする人は、そういう時期避けた方がいいですね。はい、引っ越しのプロなんで、僕は。引っ越しのプロが教える、引っ越し術。ナイス。
まあ、まずは買っていくと引っ越しの話したらなんか買ってたんだが。さあ2戦目リュウグウターミナルやっていきましょう。ガチエリア。でもこの2年でね、スプラトゥーンもめちゃくちゃ変わったもんな。なんか初期のさ、スクスローめちゃ強環境とかあったな。カニタンクバカ強環境とか結構いろいろ変わってるな、スプラ3も。やっぱで、まあ、最近になってやっとラグが治るっていう2年間ラグかった環境を経て、まあ、ダイナモもね徐々に強化されてきたりしてますけれども、まあ、エナスタの強化とかもね、エナスタの強化もでかいよねやっぱ、まあ、エナスタ強化ダイナモ強化がありまして、なんか普通に火力上がったもんな、ダイナモの。なんか2ではメイン性能があったからみたいな感じの理由でさ、お前らはメイン性能がないと辛いんだろじゃあ上げるよ、じゃあ火力上げるよっつってもらいました。ありがとうございます。マジで助かる。うますぎないか、待って、俺2年で僕これをキルできるレベルになりました。スプラトゥーンさん、いや一家研究員さん、僕2年で今のをキルできるほどになりました。完璧な、あ、完璧なキルじゃないですか今の。ほんまに素晴らしいな、うん、びっくりだろ敵、今のやられるの、これ2年でこのダイナモ使いこんなに上手くなってるのって、まあ言うて2年というか、まあ、スプラ2からずっとやってるもんな、このダイナモローラーは。まあ、初代のダイナモローラーも別物として、全然別の武器として、あの、縦振りができたダイナモローラーとしてはね、2からやってるから、まあさすがにね、さすがにそれなりのものにはなってますよ、と言いたい。うまいね !2 年でそのレベルのジェットパックになったってことね、この人も。2年の積み重ねね、スプラ3。2年の積み重ねで、まあ、スペースシューターはねスプラ3、しかもコラボの方やから、まあ、スプラ3になってからじゃないとね出てない武器ですからね。そう思ったら2年もうこの研鑽力で言うと2年以下よね、それであのレベルのジェッパにたどり着いた。来る日も来る日も明け暮れた、まあ、ジェッパ自体は2からあったか。やめてね、やめてね、なんか狙われへんかってねえねえじゃないが、この2年で僕のねえの迫力も上がったね、上がったねえねえだけにね、あはは、あんまりうまくはない、あまりうまくはない。でもこうやって考えると僕あんまり上手くなってないんかなって思ったけど、いやでもね最近結構ねスプラトゥーン上手くなってるなっていう実感がねあったんよね。ちょっと上手くなってるかもって思ったんすよ。スプラレートがねマジででかいかなって、スプラレートやり始めてからめちゃくちゃ強くなった。やめて、塗らないで。あ、だ、全然塗れんな、これ。塗りづらいな。うわー、強い。あ、下か。あ、後ろだった。全然後ろ。飛びます。これ死んだらごめんとしか言えん。でもやるんですね。やれる男なんで。なぜ飛んだかって。やる自信があるから。うん。飛ぶでしょ。やれるんだから。やっちゃうんだから、僕。敵倒せるんだったら飛ぶべきやろ。ナイスすげえ。ナイスすげえ、そのハンコ熱っ。これ2年の積み重ねのハンコね。もうこれやめへん。いちいち2年の積み重ねって言うのやめへん。そもそもハンコも2からあるし。ハンコも2からあります。まあ、エナジースタンドだな。やっぱ2から。2からの積み重ねで言うと、まあ、ダイナはもうずっとあるし、2からの積み重ねって言うとやっぱ、エナジースタンドがやっぱそうなんちゃうかな。僕の2からの積み、3からの積み重ねは、2年の積み重ねは、エナジースタンドを味方に分けれるようになったっていうのが真に2年の積み重ねかもしれん。
一人で戦うのではなく味方とね協力し戦える男になりました。はい、一人でスプラトゥーンはできません。敵がいて味方がいてもう8人集まってようやくね1試合できますから、そういうことなんですよね。2年でそこに気づいた。遅くね遅くね、初代スプラからその部分は変わらんのに遅いけどね。スプラ3は2年でねたくさん成長できたんじゃないかなと思います。 3年目も頑張りましょう。あと3年目なんで3本目の武器出していきましょう。イカゲンさんお願いします。